悪質なやらせを告発された、ホコタテ。フジテレビの放送自粛は当然として、一番の罪は、心ある職人やオタクたちにまで、疑惑の目を向けられていることだろう。番組の主役だった企業にまで飛び火している。例えば、スタート時からの名物対決、絶対に穴の開かない金属体、どんな金属にも穴を開けられるドリル、で、最強金属を製造してきた、日本タングステン。同社は、9月22日放送の番組で、ドリル関連企業11社の、連合軍に敗れるまで、5連勝、1分け、を記録。これを受け、同社への入社希望者が、1.5 倍に増えたほど、影響力は絶大だった。そんな中、過去に対戦して敗れた、ドリル会社の社員とおぼしき人物が、うちの会社、ホコタテのドリルの関係会社だけど、実は鉄、対ドリルも、そこそこやらせだぜ、なんてツイート。すでに削除されているが、ネット上では、これもやらせか。この対決だけは真剣に見てたのに、と大騒ぎになっている。これは、日本タングステンに聞かずに折れない。同社広報担当者は、きっぱりこう言った。番組の制作会社からは、ご迷惑をおかけしました、と丁重なお詫びがありましたが、フジテレビからの、謝罪や説明はありません。今のところ、視聴者からの問い合わせなどはありませんが、当社のホームページを通じて、がっかりした、といった書き込みはありましたね。ただ、うちはいつもガチンコでやってきました。ツイートを鵜呑みにしてもらっては困ります。担当者に事実確認をしたところ、事前に、金属を知らせるようなことはありませんでしたし、書き込みは、騒動に便乗した、なりすましの可能性が高いと考えています。常にガチで対決してきた自信からか、番組では負けたままで終わっているので、ぜひ再開してもらって、リベンジの機会を、作ってもらいたいです、と余裕しゃくしゃくの対応だった。それがせめてもの救いだ。